アリーナ・レース、フランスの女性作家、詩人。1956年ジロンド県ブルージュで生まれる。1987年、第一作となる、レ・ブーシェを書く。本作は同年ボルドーの選考委員によって、ピエール・ルイス文学賞に選ばれ、翌1988年水遊者より観光。日本を含む、世界各国で訳され、同年のメディシス賞。 コンクール賞の第一次選考にも名を連ねる。諸女作観光後は、現在に至るまで、精力的に作家活動を続け、数々の小説、詩、エッセイを書いている。日本語訳されている作品は、諸女作の他に、エロスの扉から男編、エロスの扉から女編。直接的で生々しい性描写と、幻想的なイマジネーションの表現を特徴とする。 作品が多いが、作家の関心は常に、肉体へと向けられている。肉屋愛の領収、宮井健造役、二見処房、1989年、エロスの扉から、男編、安部達文役、読売新聞社、1996年、エロスの扉から、女編、後藤美幸役、読売新聞社、1996年。ありがとうございます。